はい、皆さんこんにちは。フラワーアーティストシンです。今月号の How To Do は枝物のラインを生かして作品を作るというテーマです。枝物のねラインを作るのは結構その枝物によってラインの作り方がね違ってきますので、その都度この枝物の特性を知って枝取りをして作っていくことが大事だと思います。今日はアセボというね枝物を使ってラインを作っていきます。アセボとはねこういう枝です。こういう枝のいろいろこうラインがあるじゃないですか。枝を切ってアレンジを作っていきます。今回使う器こういう器なので、この枝に対してはちょっとこう小さめじゃないですか。だからどこをカットしてどこにこう適所に入れていくかっていうのが結構重要なポイントになってきます。では早速始めていきましょう。どうぞ。はい、では始めていきます。先ほどの大きいアセビからこういう枝をカットしました。そしてこれを刺していくんですが、その時にこの刺し口ですね、刺し口は必ずこのようにナイフで削って平たくしてから刺します。じゃないと絶対に止まりませんから、これは確実にやってください。そしたらですね、ここのフォームをですねアセビの短い枝でファンデーションワーク気味にグリーンで詰めて敷き詰めていきます。はい、ここのフォームの部分をねアセボの短い枝で敷き詰めました。次にこのセダムで今度ここの部分ですね、この部分を敷き詰めていきます。はい、このような状態です。はい、こちらでセダムが入りました。はい、次にですね、今入れたここのセダムの上にこのアセボのね葉っぱのついてないこういう枝で遊びを入れます。はい、こちらアセボのねちょっとこうラインの効いた枝が入りました。はい、次にこのコニカルブラックをねアレンジに入れていきます。はい、こちらコニカルブラックが入りました。はい、次にミヤマリンドウをこう短くね入れていきます。はい、こちらこのミヤマリンドウがね入りました。はい、続きましてこちらエレンジウムのスーパーノヴァを入れていきます。はい、こちらエレンジウムのスーパーノヴァが入りました。はい、次にですね、少しなんですけれどもこう色付けとしてこのユーカリポポラスの葉っぱをアレンジに入れていきます。はい、次にこちらのワイルドキャットというオンシジウムの仲間を入れていきます。はい、こちらワイルドキャットが入りました。はい、次にこちらユーカリクロボロスを入れていきます。こちらはこのアセボとのねラインが似たようなゴツゴツしたユーカリです。このアセボのラインが長く出ている時はそのラインに合わせて他の植物のこの質感を選ぶっていうのが大事になります。ではこちらのクロボロスを入れていきます。はい、こちらユーカリのクロボロスがこのラインが入りました。こちらで完成となります。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。ポイントはあせぼのラインです。あせぼのラインはこうゴツゴツしたラインです。それなのでこのあせぼのラインのゴツゴツしたものになんかつるんとしたシャープなラインを入れるとそれは全然両者が生えなくなってしまうんですね。両者、あせぼのラインは特に汚く見える。シャープなラインは違和感がすごくあるように見えてしまいます。なのであせぼのようなゴツゴツしたラインにはこの黒ボロス、ユーカリ黒ボロスのようなゴツゴツしたラインとか、あとは、今回は他に入れてるのはあせぼのラインだけなんで、黒ボロス、最後にねすごく苦労したのはこの黒ボロスのラインを選ぶことでした。なのでこのラインを統一するというのがすごく重要なんですね。そこを覚えておいてください。ではまた次回裏はギリでお会いしましょう。See you next time.